や、まさにそうですね。私、そうですね、その一言メッセージの方で、ダイバーシティとかインクルージョンとかっていう言葉をちょっと聞きましたけれども、まあ、これ、基本的にはアメリカで生まれてきた言葉だと思うんですよね。で、アメリカの文脈では、大いに、大切なんでしょう。いろんな人種の人々、いろんな、民族、いろんな宗教の人々が、いて、その統合っていうのがなかなか難しい社会であると。で、それをどういうふうに、きちんと、マイノリティの人も、納得できるような形で、きちんと社会を統合していくか。これはアメリカの社会では、いつの時代も問題だと思うんですけど、日本にはやっぱり日本の、似たようなところもあるにしても、やっぱり違う問題っていうのがあるんですよね。で、その問題をきちんと、日本の、研究者なり、ものを考える人っていうのは考えていく必要があると思うんですけれども、なんかやっぱもう最近は、翻訳もしなくなっちゃいましたよね。ダイバーシティとかインクルージョンだとか、なんかわけのわからない言葉が並びますし、例えば今、パラリンピックそろそろ始まりますけれども、東京オリンピックの時も、なんか、東京オリンピックの基本コンセプトだとか、理念みたいなものってのは、なんと、英語はあるけど、公式には日本語はないっていう話だったらしいんですよね。なんかユナイテッドバイエモーションとかですね、ムービングフォワードとかっていうのが、またはダイバーシティ&インクルージョンとか、まさに、こういう言葉が、なんか理念だとかコンセプトだとかって言われて出てきてたんですけれども、世界に訴えかけるために、日本語は作りませんっていうふうに 組織委員会は言ってたんですね、公式には。公式には和訳はありませんよと、世界に訴えかけるわけだから、日本語なんかいらんですよって言ってたんですけど、なんかそういうの嫌ですよねっていうか、嫌ですよねっていうか、それにもう一つはあれなんですよね、確か、なんかな、なんか、あいらかなんかの、朝日新聞のあいらかなんかの記事が、ちょっと皮肉な、批判を載っけてましたけれども、例えば、ユナイテッド・バイ・エモーションという、東京オリンピックの、理念ですね。これ、英語は作らないとか言ってたんですけれども、英語じゃない、英語で出して、日本語、和訳は作らないって言ってたやつですけれども、言ってるやつですけれども、これ英語としてもおかしいんじゃないかっていうんですね。なんか、日本、そのなんか組織委員会が一応、公式じゃないけど、一応こういう参考訳みたいなものは出してますよとかって言うんですけど、なんかそれは感情で、なんだっけ、感情で一つになるとかっていうふうに訳してるんですけれども、ただなんか、英語に詳しいなんか元外交官の人に言わせると、ユナイテッド・バイ・エモーションだと、なんか英語でエモーションって言ったら、理性と感情っていうふうに分かれるので、非常に気まぐれで移ろいやすくて、あんまり信用が置けないものであるっていうのがエモーションの感覚らしいんですね。だからユナイテッド・バイ・エモーションだと、なんかそういう気まぐれで移ろいやすい絆で結びつくっていう、なんだかよく分かんないものになっちゃうんだっていうんですよね。なんかここがやっぱりね、やっぱりここ考えなきゃいけないと思うんですね。やっぱ我々は日本の文化とか日本の言語、これ嫌でもなかなか逃れられないんですよね。なので、だけどこれで考えていくしかないわけなんですよ。だから、やはり日本の文化とか伝統とかってのを、これ嫌が上でもやっぱり嫌がでも引き受けて、いかなきゃいかんわけですよね。で、保守の人は、それに愛着を持って、伸ばしていこうと。で、リベラルな人はそこを変えていかなきゃいかんとかっていうことを強調するんでしょうけど、ただどっちにしろ逃れられないんですよ、なかなか。なので、保守にしてもリベラルにしても、ちょっとそこのところを見据えた上で、我々のその手持ちのものをいかに、それぞれの考えるいい形にしていくか。なんかそこはやっぱり真剣に考えていかなきゃいけないんじゃないのかなと思うんですね。我々まさに、アメリカ人にもイギリス人にもなれないんだってとか出発しましょうやっていう感じがするんですよね。まさに価値の地盤についての話だなと思って。そうですよね。言葉、日本語というものがやはり日本という国が作っていて、保守だろうがリベラルだろうがそこからやはり逃れられないんだという、これそうはで本すね。
今考えるべきお話だなと思いました。まさにこう我々のこう認識枠組みとか認知の枠組みっていうのも、まあ、過去の、まあ、日本のこの共同体の過去の人々が作ってきたものの上にやっぱり我々の認知とか思考とかっていうのは乗ってるんですよね。もちろんそれに 100% とらわれてるわけではないから、あの変革しようと思えばもちろん変革もどんどんできていくわけですけれども、ただ出発点としてはそこを意識して、でそのまあおそらくその手持ちのレパートリーをよく知ってそれを活用しつつ変えていくしかないんだっていうところから出発すべきだと思うんですよね、うん、なるほどな。まあ、しかもね、そのリベラルの人たちっていうのはまあ民主主義が大事だ、公共的なあの討論が大事だとかっていうわけですけど、それならなおさら言葉っていうのが大事なわけですよね。そういうまあオリンピックの理念なんかもそうですけど、あるいはその政策に出てくる理念だとかが英語のままだと、もう本当の英語わかんない人はあの公共的討論に参加するなっていう話になっちゃいますよね。でましてやそのなんかもう大学の授業は英語でやるとかねそんな英語できない人は大学で高等教育受けられないんですかっていう話で、もう日本語で、まあ、これセさんがあの英語化爆民化っていうあのご著書でね、あの詳しく論じられてたことで、私は、まあ、あれ本当に名著だと思うんですけど、そう民主主義が大事だっていうんだったら、それを成り立たせるものは何かってもっと真剣に考えなきゃダメで、それはやっぱり言葉なんですよね。一つは言葉の共有、つまり母国語で、しかも母国語で高等教育が受けられるっていうのはこれすごいことで、さっき翻訳のこと言いましたけど、今だってそのうちの大学のね学生でさえつったらちょっとかわいそうなんですけど、そんなに偏差値高くない学生でもね、カントとかハイデッカーとか日本語で読めるわけですよ。これすごいことなんですよね。でそうやって日本語で非常に高度なことを、まあ、考えられるようになって、でその人たちが、まあ、同じ言葉で議論して、まあ、物事を決めていくっていうのが、いやそれこそまさにそのリベラルが目指してる理想的な民主主義の形じゃないんですかっていう気がするんですよね。だったらもっと母国語とかその伝統とかっていうのをやっぱりもっと真剣に引き受けてもらわないと困ると思うんですよね。別にそのなんか偏狂な愛着を語ってるだけわけじゃなくって、その日本語大事だとか日本文化大事だとかっていうのは、それは実はある意味そのリベラルな価値を実現するためにもそういうものは必要なんだっていうことをやっぱりもうちょっと真剣に考えないと、全く力を失うと思うんですよね。まさにそう思いますね、うん、ちょっとなんかオリンピックの話が出たのでちょっともうちょっと続けさせていただくと、まさに今のなんていうかな、こう保守のまずさ、保守と言われる人々のまずさを表していることの一つに、なんか今までこう体育の日と言ってきたものが最近スポーツの日に変わったんですよね。これ2年ぐらい前からですかね。なんか体育の日はなくなって、スポーツの日になっちゃったんですね。でまあもともとは昔は10月10日だったわけですけれども、まあ、それが今は10月の第2月曜日かなんかでしたっけ、なんかそう、まあ、日にちも変わりましたし、だから祝日の意義ってどういうところにあるのかなっていうのは一つ思いますし、もう一つは体育の日をスポーツの日に変えたっていう理由がですね、これなんかスポーツ議員連盟っていう国会議員が主導して変えたらしいんですけど、でこれ割とやっぱり自民党とかの人が多かったみたいなんですね。だから保守の人が多かったはずなんですけど、なんで体育の日じゃなくてスポーツの日にしたかって言ったら、スポーツの方が世界はみんなスポーツっていうのを使ってるので、その方が世界の人に分かってもらえるじゃないか、だから東京オリンピックもあることだし、体育じゃなくてスポーツにしようと。で体育って言ったら学校の体育の時間みたいな感じで、なんか嫌な記憶も呼び起こされるしっていうのがそんな理由なんですよね。で軽いんですよ。でおかげで今度2024年度ぐらいからですかね、
今までの国民体育大会は国民スポーツ大会になるんですね。で、あの国体じゃなくて国スポになるんですよ。トースポかっていう感じがするんですけれども。国スポですよ、これから。だからもうなんか軽いなと思うんですね。うん、もう一つは、あのやっぱりこの言葉とか我々の持ってる文化っていうものをどう考えるかってことでもあると思うんですね。やっぱりそのスポーツの日と体育の日だと、スポーツと体育で何が抜け落ちるかって言ったら、あの武道は抜け落ちますよね。あのスポーツって言った時に武道が入るかどうかっていうのはかなり怪しいわけですよね。なので私はあのスポーツの日って言ってしまったら、あの日本人が大切にしてきた例えば武道みたいなものですね、またはその武道が出してるあの身体、日本人の身体感というんですか、あの精神と身体の関係みたいなことですね、まあ、つまり武道だと、まあ、まさにこう体を鍛え、技を身につけ、あの身のこなしをきれいにしていく、あの整えていくことっていうのが精神を整えることにもつながるんだ、でそれは人格統合にもつながるんだっていう発想がやっぱり体育とかいう言葉とか武道っていう言葉にはあると思うんですよ。でもスポーツって言ってしまったらなんかやっぱり レジャーの要素が強くなってしまって、うん、なんかヨガとかレジャーだと思うんですよね、スポーツの日って言ったら。で多くの日本人が例えばあの相撲であの白鵬がこうなんかエルボーとかしちゃうとみんな怒りますよね、品格がないとか、でガッツポーズしたりしたら怒る。だから感覚としては日本人はやっぱりあのまだ武道とか体育っていうような言葉、まあ、またはその文武両道っていう言葉にも表れてますけど、なんかそういうもの大切だってのは感覚としては分かってるわけなんですね、多くの日本人は。だから白鵬はナッチョランみたいなことを みんな言うわけですけれども、ただけどその体育の日がスポーツの日に変わったことについてはみんなあんまり文句言わずにいつの間にか決まっちゃって、うん、であの決まった後もあんまり反対意見出てこないんですよね。それも保守の側から保守政党とかから全然出てこない。あの ちなみにこのスポーツ議員連盟 の代表は、福岡の、 あの大御所政治家らしいんですけど、一変その人たちの多い そこの地域 の公園に行った時になんかその話を言っちゃって、スポーツ議員連盟あの親分はうちの先生だよとかって言われて、なんか非常にあの罰の悪い思いをしたことがあるんですけれども、いやまあまあそれはともやく、あのだけどやっぱりスポーツの日っていうのをなんというかな、あのそれをスポーツの日にしちゃって何とも思わないで、だけど、うん、白鵬を見るとやっぱこれこうじゃないよなっていうのみんな思ってる。だからやっぱりきちんとこう意識化して言葉にできてないんですよね。で、そこを言葉にしていきたいなというのが思うんですね。じゃないと気がついたら日本人の多くはなんかちょっと違うくないと、我々の社会のはずなのになんか我々の社会じゃなくなってきてるよねって言って、なんかあのやっぱりよそよそしい社会に日本がなっちゃうんじゃないかと思うんですよね。だからきちんとそこを言葉にして、あのその背後にある考え方とかってのはやっぱり整理して出していかないとまずいんではないかなっていうふうに思うんですね。うん、なんかその、あ、ごめんなさい。ああ、いや、はい、どうぞ。いいですか。いや、あのそのスポーツと体育の話ね、すごく面白くって、実はそのまさに教育の世界でもね、体育の目的っていうのがなんかその 体育っていうのはまさに体を育むわけで、でおっしゃったようにその体を育むことによって、まあ、ある種こう心を育むというか、これ徳と不可分なわけですよね。ところがなんかあのいつ頃からかちゃんと調べたわけじゃないんですけど、今なんか体育教育の目的はなんかこう豊かなスポーツライフみたいなねそんなのになっちゃっててね、なんだこれやっていう感じなんですよね。でその体育っていうのは体育よりスポーツの方がなんかグローバルだみたいな話ですけど、実は体育ってもともとはだって古代ギリシャにあるわけですよね。でそこが発祥で、でもちろんその古代ギリシャの体育と、まあ、日本人のその、まあ、日本人というか、まあうんまあ、いわゆる日本のこう、まあ、武道なんかで言われる
ところのものとは完全に同じではないかもしれないですけど、やはり通ずるものがあるわけですよね。何か身体と精神との関係っていうのをどういうふうに考えるのかっていうことと、こう身体を鍛錬するということがどういうふうにこう徳と結びつくのかっていうようなことは、実はこれこっちの方がはるかに普遍的だと思うんですよね。そういうところまでやっぱりちょっと思いをいたして言葉を使わないといけないと思うんですよね。ですからその日本語とか日本文化っていうと、さっきも言ったように何か非常に個別主義的な特殊主義的な、こう非常に偏狭な考え方だというふうに一見思われがちなんですけど、実は違ってあの個別的なものにっていうのが、まあ、ある種こう深いところで普遍性に開かれてると思うんですよね。そういうところまで考えないと、その非常に表層的な普遍性っていうことを言うと、もう英語になるし、あのグローバル化になっちゃうわけですよね。で、そういうものっていうのは実は日本のみならず世界中の人々が、本当に世界がそのよそよそしいものになっていくっていうふうに思うんですけどね。だから伝統を大事にしてそれを探求するっていうことが実は本当の普遍性につながるんだっていうことを、これはリベラルももちろんですけど、やっぱ保守の人もやっぱりそこをきちんと考えないといけないと思うんですね。単に偏狭な個別主義に陥るわけではないっていうこともやっぱりきちんと論じていくべきだろうっていうふうには思いますね。いや、全くそうですね。あの実は日本人の考えてきたこととか、日本の伝統とか、日本の生活様式の中に普遍性ってたくさんあると思うんですよね。あの例えば、あれですよね、あの例えばなんか小泉八雲なんかがよく弾いてるんですかね、あのなんか小泉八雲はこう日本 の, あのいわゆるこう祖先を大切にするあの文化っていうもの、なんかこれをまあ、とてもあの評価したわけですけれども、小泉八雲はこう言ったんですよね。これはあの実は古代ギリシャに似ているっていう言い方をして、あの、なんていう人の書いた本だかちょっと忘れましたけど、あの古代都市という、確かフランスの歴史家かなんかが書いた本が、あのよくあの明治の知識人がみんな読んだらしいんですけれども、その古代都市っていう本によると、それフランスの歴史家が書いた本ですが、あのでそれギリシャの古代ギリシャ の, あの宗教とか生活とか書いた本ですけれども、なんかそれによると ものすごくあの日本に似てるんですね、実は。あの、こう例えばあの、なんでか まさに祖先、家の祖先を大切にして、祖先の供養をきちんと行い、なおかつあの最近亡くなった人に対してはこう食事を出す、いわゆる影膳みたいなことをあのすると。で、そういうようなことっていうのは、あのなんか古代ギリシャでもやってたんだっていうようなあの考え方もあるみたいなんですね。だからこう、なんていうか、例えばそんなことで、あの実は日本 の, あの考え方っていうのは、あの普遍性ももちろんあるし、なんか少なくとも説明すれば納得してもらえるところって結構多いわけですよね。なのでもう本当はその例えば東京オリンピックだとかパラリンピックだとかやるんだったら、あの日本の理念っていうのを知ってもらうと、例えばあの柔道にしても相撲にしても、あの、まあ、こういう身体感、精神感っていうのがあって、だから日本では文武両道で、学校でも部活動って、あの教育の一環として力入れとるんだみたいな話をするのが、あのまあ、本当の国際化だと思うんですよね。でもなんかそういうことをもう鼻から考えずに、あのスポーツの方が世界で使われてるからみたいな感じで、保守が率先して変えちゃうっていうようなことに、まあ、あの時代が現れて、残念ながら現れてると思うんですよね。なのでなんかそういう意味で考えると、あのグローバル化っていうのは日本が一方的にあのアメリカとかあの欧米 の, あの、まあ、それも一部の主流派の考え方にどんどん合わせていくってことなので、まあ、息苦しい
社会になっちゃうのは間違いないですよね。あの身の丈に合わない社会になっちゃうっていうのは多くの人にとってですね。だからもうそういうことで、あのやっぱきちんとあの言葉を作ってあの語っていかないと、いや本当にあの将来の日本、全く日本人にとって普通の人にとってこうよそよそしい変な社会になっちゃうんじゃないかなっていう感じがしますね。